1>, 1月3日から新しい議会が始まりましたが、共和党が多数派を握る下院では、議会を指導させるための議長が決まらないという異常事態となり、下院が膠着状態となっています。新しい議会を指導させるための第一段階となる下院議長選の投票が3日火曜日に始まりました。共和党トップケビンマッカーシー院内総務が立候補しましたが。 党内から造反議員が出て多数派トップが過半数に達しないという事態になりました3日火曜日には3回投票が行われましたが共におよそ20人の造反議員が出て選出されませんでした4日水曜日も3回 5 5日日木曜日には5回の投票が行われ、マッカー造反議員は主に極右の議員グループのメンバーで共和党内の分裂が浮き彫りになっています。 造反議員だとの交渉も進まず状況が変わらないまま投票が繰り返されていてマッカーシー議員は退くべきだとする声も出始めています2日目の投票の前にはトランプ大統領が声明を発表しマッカーシー議員に投票するよう呼びかけましたが状況は変わらずトランプ氏の影響力の弱まりも指摘されています 共和党は去年11月の中間選挙で大賞するとされていましたが、予想されていた議席数を獲得できず、たった4議席の過半数となっています。このため、数人の議員で議会を頓挫させられる状態です。議長が決まったとしても、今後の議会運営は難しい局面を迎えると専門家は見ています。また、議長が決まらなければ、 予算案の選議権を持つ下院が機能せず国家の安全をも揺るがす状況になると専門家は警鐘を鳴らしています。